みなみなりに、うれよーい。はい、どうも、こんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。ガーす。ずっとニャン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 って言ってた。みなみなりに、ニャンニャンニャンって言ってたよね。いやいや、ちゃんと言ってますよ。聞こえる人には、言ってました。聞こえる人には聞こえます。いないよ、聞こえる人、今。はい。いるんだ。います。はい、というわけで、このコーナーはですね、うん、皆さんからいただいたワンピースの疑問に、僕が答えさせていただくということでございます。はい、やっていきましょう。進めていきましょう。お願いします。はい、ぜひぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。よろしく。ワンピースの考察感想とかワンピースファン楽しめる動画上げていってます。ぜひチャンネル登録してってください。よろしくお願いします。はい、最初に自己紹介なんですけれども、私ですね、ワンピースビブルカードの、購入 YouTuber やらさせてもらったりだとか、去年のね、ナレッジキングの頂上戦争、出させていただいたりしております。そんな僕がですね、K さんの Twitter の方で、募集させていただいたワンピースの疑問に対してね、答えさせていただきますので、よろしくお願いします。ただ内容はね、あくまで僕個人の意見になりますので、全くね、正解ではないと思いますんで、ぜひちょっと僕も抜けてる部分あると思うんでね、ぜひ皆さん、コメントで補足していただけると、喜びまーす。お願いします。よろしくはい、そんじゃあ行きましょうか。はい、じゃあ行きましょう、はい、質問行きまーす、はい、どうぞ。大地さん、はい、ありがとうございます。白ひげのこのセリフ、心臓一つの人間一人、これは他にそうじゃないものもいるということではないでしょうか。それが黒ひげ、どう思いますか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、という質問でございます。はいはいはい、頂上戦争のとこだよね。うんうん、あのクロコダイルに言われた後のセリフだよね、多分ね。なんか弱い男が勝手なこと言いやがって、勘弁しろよ、何こそ、俺だっておめえ心臓一つの人間一人って言ってます。はいはいはい、なるほどなるほど、うんうんうん、いや、そこは確かにそうっすね。あの、うんうん、そのそこから黒ひげかもっていうのは、あのね、僕も思う節はありますね。うんうんうん、あ、ちょっと前にあの黒ひげの動画上げたかな、うん、あのこの動画もぜひ見ていただければと思うんですけど、はい、そうだね、もう黒ひげに関してはマジで謎が多いんで、うん、全然そこが繋がるかどうかすらももう分かんないですね、正直ね。うんうんうん、分からないけども、でも可能性は全然あると思います。僕ね、あのその時の動画でね、ちょろっと言ったと思うんだけど、うん、まあ黒ひげはね、多分ね、まあ、特殊な、まあ、種族なのか何族なのか分かんないけど、その黒ひげ自身にね、あのいろいろ由来がありそうなんですよね、そう言われてるゆえんが。でそうなった時に心臓にそういう謎があるっていうのも全然あると思うんで、うん、だからその時にその黒ひげの謎を散りばめられたっていうことで、うん、白ひげがそのセリフを言ったっていうのは十分にあり得ると思いますね。うんうん、確かにあの時なんかね、ちょっとあれ、なんで心臓の表現をしたんだろうみたいなね、うん、確かに思ったこともある人多いと思うんですけど、うん、僕もね、そう確かに言われてみればっていう感じたこともあるんで、うん、それは全然あると思います。なくてもでも全然理解もできる、逆パターンもね、うん、まあ別に普通に心臓、いや、この辺貫かれたりしてるわけですから、その近辺でね、白ひげっていうのは、うん、だそういう意味では、いや、普通人間なんだから普通の人間なんだから倒れることもあるさっていうよかは、確かに心臓一つって言った方が、まあ何、信憑性も増すしね、その、うん、白ひげも一応人間なんだっていう、うんうん、だからそれをその普通に何、説得するためのセリフっていうのも全然あり得ると思うんで、うん、まあなんか深く考えすぎればそっち黒ひげの謎にも続いていくんだけど、でも全然普通の一個のセリフとしても捉えられるんで、うん、まあ半々ぐらいかなと僕は思ってますね。なるほど、うん、そんな感じじゃないでしょうかね、うん、はい、うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。気になるよね、この感じ、ね、ちょっと ね、ここも謎だよな。だってその後黒ひげ出てきたんだっけ。そうそうそう、そうだよね、うん、まあ、これ気になるよね。まあでもやっぱり ね、うん、白ひげも人間ってことだねうん、すごい平和的な、なんかコメンテーターだ、うん、白ひげも人間ってことだね、うんうん、その捉え方全部に適用すれば、なんか世界平和になる気がする全員人間だからっつってはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問いきたいと思います。はい、ゆうきさん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、お願いします、海賊団のトータルバウンティー教えてほしいです、はい、という質問でございます。なるほどね、こういうのも来るようになりました、我々のね。はあ、はあ、はあ、なるほど、はいはいはい、全く考えたこととかなかったけどね。まあじゃあ普通にいきますよ、これじゃ、決まってるんですか。まずキャプテン K、 あなたの知り合いですね。キャプテン K はですね、はい、うん、まあ一応もしかしたら裏の組織ソードみたいなやつって言われてるんですけども、はいはいはい、一応表では出てまして、はいはい、あのでもね、2億3000万ぐらいです。2億3000万、はい、結構あるじゃん。あるけどちょっと目立つんだけどあんま目立たないみたいなそんな感じの、はい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 、ちょっとその、なるほどね、ぐらいな感じですね。はいはい。はい。で、あと次、ここがすごいんです。はい、え？ハーフ D ロジャー。ハーフ D ロジャー出た、はい、最近全然動画出てないけど。ここがすごい。すごい。ロジャーついてるよ、だって。ここがすごいの。うん、彼、うん、54億あります。
いや、ほぼロジャー。ほぼロジャーもう。はい。55億のちょい下。はい、ただ、だからロジャーはでも超えてないんでね。はい、はい。一応。っていう感じ。白ひげ超えてるからな。そうなんです。だからちょっと隠されてるの。一番上じゃん、もう。はい。で、次。タピー星崎。うん、タピー星崎出た、うん、タピー星崎。星さんのことですね。タピー星崎。タピー星崎は。なんかの企画でタピー星崎って呼ばれて。5555万です。5が多い。うん。5555万。まだちょっとイーストブル、イーストブルらへんにいますね。まあ、イーストブルでは超えてるけどね。はい、イーストブルで、グランドライン前半ぐらい行ってるけどね。5500だったな。で、あの作家佐藤、あの人形ね、はい、人形、うん、あ、人形で出てるんで、はいはい、100です、100。あ、なるほど。そう、100、あの本性が割れてないパターンね。そう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 、100。はいはいはい、うん、なるほど。で、我らが船長ね、一応船長、はい、ね、大割高志、はいはい、ニベリーです。やっしー、やっしー、船長が一番やしいぞ。拍手じゃねえよ、これ拍手じゃねえのよ。何をやって、やっしーよ、まあ、ということで、ちょっとニベリーはやっしーって、まあ、これ計算してもらえばトータルバンティ出るかなと。もうほぼほぼハーフディロジャーだ。54億でもうほぼ終わりよ。ただ船長はニベリーです。安いんだよ、だからだから部下の方が高いんです、実は。どういう一味なのそれ。こうで、だってバウンティー、バウンティーこうで船長が一番安い。そうなんですよね。まあまあ、っていうことでね、またこう進んでいくんで、物語で進んでいくんで、あ、そこっから成長するわけですね。はい、ね、また進んでいくんでお待ちしてます。はい、ありがとうございます。何のコーナーですか。じゃあ次の人行きたいと思います。はい、アラジンさん、ありがとうございます。アラジンさん、すごいな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも見てます。ありがとう、いつも、ありがとう。質問です。ロジャーの船にあるでっかい卵は何だと思いますか。めちゃくちゃ気になります。高橋さんの意見聞かせてください、という質問でございます。ポールジャクソンの卵ですね。なるほどなるほど、はいはい、ありがとうございます。なんだろう、そうだね、これに関しては確かに、うわうわうわ、なんじゃ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 って時期はありましたね、やっぱね。うんうんうん、なんじゃなんじゃなってなってたんだけど、うん、それがね、多分ロジャーの囲いで明かされるだろうなって思ってましたよね、ね、うんうんうん、思ってる方々は、うんうん、で、うん、うわ、要は96絶対これ描かれんじゃんと思って、うん、そのロジャーの過去編ですよ、それこそ、うん、まあここでね、この96巻のロジャーの冒険とかその辺で、うん、いろいろ出てくるんだろうなと思って読み進んでたけども、出ずに終わっちゃいました。出ないの。え、嘘でしょってなったよね。いや、ここなんですよね、本当に。なるほど。いや、というのも確か、最初の方で言われてたのがやっぱあれだよね、ゼロ巻かな、うんうんうん、ゼロ巻とかでね、ロジャーの船がこう描かれて、いや、第ゼロですよ、うん、これ映画のね、特典でね、ついてきたこのゼロ巻で、ロジャーの船のオーロ・ジャクソン号のね、うん、まあ、その後ろ、船内のね、後ろの背景に卵みたいなのが描かれて、うんうん、で、その後フィギュアとかでもオーロ・ジャクソン号にはこう卵が乗ってるわけです、でっかい。むちゃくちゃでっかいわけよ、これ、うんうんうん、で、なんだと、うん、だこれがもしかしたらそのロジャーがさ、例えばだけどラフテルに行く方法の一つだったんじゃないかとか、もう要はこの映画の時ぐらいから、ね、確か言われたんですよね、うんうん、で、うん、いざよ、うん、96巻、うん、ねえのよ。何にもないの、この卵のあれが。なんだろうね、じゃあね、うん、だから、まあ、そこからもう読み解くと、うん、もう読者の考えすぎで、うん、ただのオブジェでしたパターンだよね。なるほど、なるほどね、うん、今んとこね。だからなんかこれがさ、例えばもう本当によく言われてるやつ、あのウラヌスとかさ、うんうんうん、そういうことにもなってんじゃねえかとかね、うんうんうん、よく当時言われてましたけど、うん、もうずっと卵。なるほどね、もうずっと卵。じゃあ飾りだ。それ、そう、多分ね、なんかそんな気がすんだよな、わかんねえけど。なるほどね。まあなんかね、たまたま乗っけたのか、まあ、それか、そのだからあの何、みんなが気にしすぎちゃってるだけパターン。なるほど。全然あると思うな。そうだ、この空島に行くときに、例えばだけどこれがね、なんかドラゴンの卵 で、そのドラゴンに乗って行ったんじゃないかみたいなね、うんうんうん、でも確かなんか言われてた気がするな、なんかね。でもそれは違いまして、普通にノックアップストリップ普通にノックアップストリップでしたから、ドーンってね、うん、まあ、ノックアップストリップで行ったってのもまだ熱いんだけどね、うん、ウフィと同じやんっていうね、 そこも熱かったんだけど、うん、今のところだから僕の結論としては、うん、あ、ただのオブジェかって感じはしてますね。なるほど、なるほど、うん、そんな感じじゃないかな、うん、飾りか、うん、だからまあやっぱりそうですね、うん、今もう今の時点で僕が思ってるのはやっぱり、うん、あのオブジェだと思います。なるほど、はい、うん、はい、
ね、まあだとしたらなんでこんなオブジェがっていうのは気はなるけど ね、 なるほどね。まあだからなんだろう、海賊の卵って意味で小田さんも載せたとかもなのかな、小田さんの意図を読み解こうとするとね、うんうん、まあ、だいぶ踊らされてるかもしれないね、うん、じゃあね、まあ、そうそうそう、こちら側、ね、考えすぎたからかも、そうそうそう、うん、なるほど、まあ、そうだね、まあわかんない、いずれまだ ね、 実は描かれてなくて、うん、今後までそのロジャーが例えばラフテル行った描写とかもないんでね、その描写だから明かされる時に描かれるかもしれないってもまああるかもしれないけど、でも現時点ではもうオブジェでいいんじゃないかなと思ってます、はい、ちなみに僕は毎日ゆで卵食べてます。何の話何の話、じゃあ最後の質問に行きたいと思います。何の話、ゆで卵の話は、はい、卵つながり、最後の質問です。はい。ダンゴウェブンさん。ダンゴウェブンさん、ありがとう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ドラゴンはどんな能力だと思いますか、はい、これからもお願いします。海賊さん、頑張ってください。という質問でございます。なるほど、なるほど。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい。シンプル、シンプルですね。シンプルな質問いただきました。来たね、来たね、ドカーンってやつがね。はい。どうしようかな。なるほど。ドラゴンの能力か。うん、はい、はい、はい。まあ、多分だけど、風系が使えそうって。っていうのは1個あると思うんですよね、うんうんうん、まあ、風なのか嵐なのか何なのか分かんないけど、うん、とりあえずなんか風、どうやってその風を起こすかとか全然分かんないけど、その風系が使えそうなのは、うん、可能性としてはあるなと思います、うんうんうん、はい、というのも今ね書かれてるのを、まあ、読み解くと12巻、うん、60巻79巻かな、なるほど、まあ、そのあたりで見ていくと、まずなんでその風なんじゃないかみたいなのは、うん、ここですね、12巻、もうここでルフィがね、まずあのローグタウンからスモーカーから逃げ出す時にあの手を貸したじゃないですか、ドラゴンが、うん、でそこで使ってるところの技、ドラゴンがこのスモーカーにこうバッてやった時にブワードッコーンって風がすごい吹いて、うん、突風だーってもう海兵たちが全部風で飛ばされてるわけよ、うんうんうん、まあ、それと同時にルフィもこう逃げれたんだけどね、うんうんうん、でその後のドラゴンのセリフが、うん、ルフィ行ってこい、それがお前のやり方ならなっつって、もうなんか何、俺が風出してまして入ってらっしゃるいやそんな感じすごいするじゃん。そう。でその後スモーカーのセリフ、うん、なぜあの男に手を貸すドラゴン、うんうんうん、でその後のドラゴンのセリフですね、男の船出を邪魔する理由がどこにあるっていう、まずねそこ、もうここから分かるのは、うん、多分ドラゴンがもう手を貸して突風を出したっぽいんですよね、だからここ、うん、出してんじゃんだって。まあそれか、でもその前にね、あのスモーカーのジッテをねこう持ってるから、うん、持った後たまたま突風が吹いてなぜあの男に手を貸すっていうパターンもあるけどでも多分これもう風でやってるっぽいで、もう多分ほぼほぼだよね、うん、ほぼほぼもうそう見える、見て取れる、うんうん、それがまず12巻。なるほど。で、続いて60巻ですね。60巻も確かそういう描写があったんですよね、うんうん、ドーンっていう、あー、ここだ、あのグレイターミナルがね、うん、あの火事でボーン燃えたじゃないですか、うん、まあ、でルフィとかね、あのエースとかも大変だったんだけど、うん、でそこでの裏でね革命軍も動いてて、うん、燃えてるところにドーンってまた同じ感じでなんかもうドーンってなってるわけ、うん、えなんだこの道、爆発で火のない道ができたって言って、うん、さっきみたいなような突風、線の突風みたいのができた風な描写があるんですよ、ここで、うんうんうん、でそこで、グレーターミナルの人たちが、うん、船が見えるぞ、この道は海岸に続いてる、なんだか知らねえがありがてえ、うん、って言った先にあるのがそのドラゴンたちの船なんですね、うんうんうん、でドラゴンもそこに乗ってるの、うん、で逃げてきたそのグレーターミナルの人たちに向かって、うん、自由のため共に戦う意志のある者はこの船に乗れって言ってるわけ、うん、だからもうドラゴンもその人たちを多分助けたっぽいんですよ。なるほど。でその助け方がなんかやっぱ風がボーなった風なんですよね。もう風やんもう風やんもう絶対そうじゃん。で、もう一個あとなんだっけ、うん、さっき出したのが79巻か。で79巻のこのサボの冒険で、うん、うわもうほぼそうやんって僕は思ったんですよね、うんうんうん、この79巻ですね。79巻の794はサボの冒険、うん、でここで要はサボがさ、あのまあ、うん、何してたんだっていうのがね過去の回想で明かされたわけですよ、うん、で当時ねあのドラゴンに助けられた時の描写がここに書かれてて、うん、サボはあの一人ね最近出国したけど天竜人にやられちゃったわけじゃん、ドーンって、うんうん、でもあのままもう沈むじゃん普通だったら、うん、でもそこをまあドラゴンが助けましたよっていう描写がねここ79巻に書かれてたんだけど、うん、そこって、まあ、これね見ていただければ分かります、もう海の上なの、うん、はい、サボがやられたのってちっちゃな漁船みたいなやつねドーンやられて、うん、もう周り陸ないわけ、海なわけ、うん、なのにドラゴンが手をこうガッて掴んで、うん、抱きかかえて、うん、そのまま船に戻って行く描写があるんですよ、うん、でそう見るともうサボの手を上からこうガッてしてる、うん、非能力者だったら多分下から何こうじゃない、上からこう掴んでる感の描写なんですよねまず、うんうんうん、でもうその後がほぼほぼうわなんだこれって思うのが船に戻ってきた時のドラゴンの描写、うん、むちゃくちゃなんか風みたいのが描かれてるまあここからじゃあ読み解くと、うん、だって海の中に沈んでった人を助けるって、うん、風とかでもなれない限り空を飛べない限りまあ無理だよね。無理だね。まあそれか非能力者だったら別だけどね、うん、でも非能力者だったら逆にこの風みたいなのなんだみたいな
確かに。逆だから多分能力者だとしたら海に浸からず上からねふわって行って、うん、取って、うん、ふわって助けることはもうできるよな、海に浸かってる描写はないんで、うん、ドラゴン自体が。じゃあ風じゃんね。うん、だからまあ多分、まあ、風っぽいと気はするよね。まあでもだからといってあの何風風の実かどうかはわからない。はいはいはい、うん、まだねその確定はしてないんで。ウイウイの実じゃない、ウイウイの実、ウイウイの実、ウイウイ、うん、何何ウィンドウ、ウィンドウ、ウィウィの実ウィウィの実ってなんかすげえウィウィってやってそうだけどすげえチャラい人みたいな、ドラゴンに見つかわないけどその名前ウィウィってやってそうだけど、ウィウィの実、ウィウィの実言いづらいな、うん、できれば風風だとしろだとしたらまあそんな感じじゃないですかね。ちょっと他にもちょっと描写があったかもしれない、ちょっと僕忘れちゃって、ね、今ちょっと出てこないんで、ぜひ補足あればお願いします、うん、まあという理由から、まあ、僕は風系なんじゃないのかなと思うね。なるほど、うん、まあなんか例えば他に何、まあ空を飛べて風を出せるみたいな、例えばだけど、まあ、鳥鳥系、うん、鳥鳥系でこれもあるかもしれないけど、あそっか、あそっか、だとしたらドラゴンはでもこうで鳥になってないわけですよ。確かに、その12巻のとこは、うん、でかつ鳥だったらもう王国の人たちみんなわかるやん、うん、確かに出た、わかるやんシリーズ、わかるやんシリーズ、ね、シリーズそう風だからこそ何その、いや期待になれるからさ、別にふわーって周りの人の目も紛らわせずこうやってふわーっていけんのかなって気がするよな、うんうんうん、なるほどね。え、これロギアなんですか、じゃないかな、風だとしたらね、風だったらそっか、こう平気か、あれそうなんだ、ね、平気だよね、いいんだよね、別に平気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 、自然のものだったらいいんだよね、ロギア。そうそう、強っ、うん、ねえめっちゃ強いじゃん、そしたらドラゴン、しかもかつやっぱりそのワンピースのその、うん、なんつうんだろうな、まあ、その海賊の物語じゃないですか、うん、その中でその革命軍ってやっぱ立ち位置、うん、とんでもない立ち位置じゃん、うん、そこの人が食った能力ってなるとやっぱりなんかそんだけ強い能力が、やっぱロギアであってちょっと欲しいっていう願望はありますね、勝手に、もうあったりするな勝手にね、あ、うん、あまあでもね、でも多分それでも俺らがこんなに言ってっけど、うん、結局でも、うん、うわーそういうとこもあんのかってパターンもあると思う。あーそっちもあるな、そうそう、うわそれで風も使えんのかパターンもあるとは思う。あ、うん、だからね、じゃあめちゃくちゃ面白い、ね、戦線の実かな、戦線の実、戦線、うん、何先生、扇風機です、扇風機、弱っ弱っ、いやいや風であれ、風介護感だよ、めちゃくちゃ扇風機になれるっていう、だからぐるぐるの実みたいになる、バッファローみたいになるバッファローだそれそっちじゃないだとしたら弱いよ、扇風扇扇の実は、あそっかはい、まあそんな感じじゃないかな、ちょっとまだね僕も今聞かれて喋っただけなんで、うん、ちょっとまとまってなかったらごめんなさいんだけど、うん、そんな感じだと思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、うん、まあでもあれだね、ドラゴンの登場は楽しみだね、うん、出た素直コメンテーター、ワンピースって楽しいね、はい、今日も見てくれてありがとう、はい、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ワンピースの考察感想、ワンピースファン楽しめる動画上げてます、ぜひぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンを押してもらえるとすごい喜びます、グッドボタンよろしくよろしく、よろしく、はい、今日ここまで、明日もどうしよう、またね、戦線の実だけは嫌だだからお願いお願いします、チャンネル登録お願いします、そして